やっていきましょう。桜大戦2実況、第8話かな、第8話の織姫の話からやっていきましょう。歩道マザラシです。こうやってね、右下に出してますが、こういう風な形でね、実況をやっていければいいんじゃないかなと思うんですけども、やって VTuber 化したかのように見えるかもしれないが、実はただ自負をね、ここまで作ったはいいんですけど、まだちょっと口の動きとかを取り込んだり、目とか動きを取り込んだり、まあ、ちょっと変な動きしてるところ、ヒゲとかくっついてなかったりとか、まあ、そのライブ 2D っていうのを使って、作りはしたんだけど、まだちょっと落とし込めてなくて、しかもこの OBS、 今ではこう取り込むソフトもね、これじゃなかったんですけど、わざわざ押せ押せ、なんでまあこうやって押せ取り込んだはいいんですけど、 OBS でね、ちょっと透過処理のやり方がよくわかんなくて、透過処理っていうか後ろが白だったんで、なんかこうね、なんかこううまく透過ができなくて、白と黒をどっちも透過しちゃうっていう感じになっちゃってます。はい、まあ、こうやってるだけでもなんか喋ってる感あるよね。好きに動かすことができます。なんかこうこの画面にいると鬱陶しいから、せっかくだから16対9の画角で取り込んで、いっそ昔の Windows であったようなイルカみたいな感じでこの辺に出しとくか、全身像みたいにして、いやダメでしょそれは。ここら辺に右側に黒いバーとかを作るスペース作って、アザラシの実況みたいなのをして、ここにこう出しとくみたいな感じだといいかな。いい塩梅がなかなかちょっと思いつかないけど、まあその VTuber 化計画全然進んでないので、とりあえず OBS に落とし込むはできた。あとはもうちょっとこのライブ 2D のモデルをちゃんとしっかりして、それからどんだっけあれフェイスリグ、そうフェイスリグを使いこなせるようにしていくということをやれば、女を捨てきれない。おお言うじゃないの、金剛はいいキャラだよね、死なすに惜しい。はい、鬱陶しいんでこれ消します。鬱陶しいんで消します。出していきたいけど、まあ、現実こんなもんなんで、次第2回ではもうちょっとこうクオリティ上がってるかもしれない。クオリティ上がっ、じゃあ第2回で上がってんのか、ダメか、いやもうそろそろバーチャル YouTuber デビューしましたみたいな動画を上げて世間に認知されるような動きをした方がいい気がする。このクオリティではダメだけど、バージョン 0.55 なんぼみたいな感じの状態はこれです。はいはい、ということで、全然身の入ってない、身の入ってなかった桜田先生の実況やっていきましょう。身が入ってなさすぎる。そうよく見えるゴミって愉快っすか、愉快っすかね。これマウスカーソルが出せないんですよ、 OBS 使ってると。ウィンドウキャプチャーじゃなくて、なんか入力したやつを、第7話か、今回が第7話か、はあはあ、入力したやつをそのままなんか取り込んでるんで、なんかマウスカーソルが出せないというね。これもちょっとどうにかしていかないといけない。だから画面を取り込むんじゃなくて、まあウィンドウキャプチャーという方法で取り込まないと、マウスが出せないなっていうことをね、ちょっとこう有識自体だと有識なと思ってます。縁日だ。なんか縁日デジャブ感があるな。あ、
すみは横を向いている。顎がね、シュピーンとはなってないよね。そういうところがいいと思う。桜大戦。シュピーンってね。時々気になるぐらい顎尖ってるキャラクターおるやん。時々気になるぐらい。ちょっと丸くなるぐらいってやったけど。うん、そういうとこ。藤島康介のデザインのこういうところがやっぱり時代をこう取ったんだろうなって思うよね。さあ、まあ上から一回屋台を覗いてみる。でーねーねーねー、お、に、いっちゃん。アイリス。デジャブ感がある。アイリスと屋台というと。これ何の縁日なの？全然話聞いてなかった。浅草かなんかの縁日。ホラー、はいはい。デジャブ感がある。でも織姫の話だ。ちょっと思い出してきたかもしれない。織姫どんな話だったか。いや、戦争操作練習はいら必要ない。てなんとなくでやってない。お、ダッシュあるぞ、ダッシュ。ただ、これは、知っとる。全然難しい。全然難しい。弾幕ゲーかよ。いや、全員の動きを目に入れるの、全員の動きを。ボーナスゲット。よし。あ、おっ、あ、難しいってこれ。難しいって。やりよる。もっとこう全員の動きを視界に入れないとな。ゼロシステムが動いてなかった。ちょっと疲れちゃったけど、面白かったねお兄ちゃん。いや、すまない、本気じゃなかった。あ、レニモン、もう行き尽くしたと思うけど、紙芝居を見るか。全然ずっと続いてる。いつから始まるんだよ。あ、始まるんか。なくなったっぽいね、今の。真の少年とは。やりたい放題じゃん、声優さんが。やりたい放題、ドクロ X。 はいはい、お願いします。 X、シグマ号鉄人ロボ、鉄人28号かな。あ、そうか、マウスカーソルのイラストを作っといて、透過処理したやつ、それをこの画面上で動かせばいいんだ。だからさっきの要領でこういうのでマウスカーソル作っといて、つまりこれだよねみたいな感じでやればいいんだ。こうだよねみたいな、こういうふうに、これこれこれみたいな。あ、なるほど、俺頭いいな。自画自賛。バちょっと自陣でよく見えねえ。スクーター言うほど万能感ないけど、
少年だけど多分バイクの免許取れる年齢なんだろうな。え？あ、はい。この声優さん有名な人じゃない？さては。あの名前出てこないけど。どんな音なんですか、その スクーターの。え、今有馬温泉って言ったよね。今有馬温泉って言わなかった。まったりした、まったりした配信になって、配信みたいになって動画だっつうの。まったりした白銀の体。レッドさん、この人の声有名で、だ誰の声なのかな。桑原和馬の声って印象が合ってることが分かんない。マサエ、はい、あ、今日ここまでか。はいはい、え、あ、これはあれなのか、昔の紙芝居っていうのは、この紙芝居は無料で水飴を買わせるっていうシステムな。ほう。あ、お姫くん。いや、だいぶぼーっとしてましたわ。ぼーっと見てた。暇。一緒に歩いてみようか。織姫って、多分、すげえ美人だよな。すげえ美人だと思う。まあ、花組のキャラの中でも、多分、屈指の美人だと思うな。さくらとか、まあね、言うてさくらとかみたいな、日本人基準での美形だと思うけど、織姫はもう世界基準でっていう、そういう勢いじゃないかな。舐めた表情が多いけど。あと服装がこんなだけど。イタリア、あれ織姫ってイタリア出身か。あ、そうだ、イタリアか。スペイン語が舌を巻くとかどうのこうのが言ってたのに、イタリア人じゃねえか。イタリア語も舌巻くの、パラララって巻くの。ほう、あれアイリスさ、後ろで今カンナと一緒にいたけど、レニーと一緒に来るとかなんとか言ってたのに、言ってたの。似顔絵描く人ですね。お客さん、ヒゲ、これは北の侍。イタリア、お前や、お前はあれやな。さては織姫の、あなたそれ聞くまでわからなかったという。オリベ君、この人試合なのかい。今カミカミだった、カミだったから滑舌が悪かった。滑舌を意識していこう。動画上げなくちゃなと思ってて、うん、とりあえず桜大戦を選んだけど、あのせっかくでも今日からね、緊急事態宣言とか、あの各都市でまあ、発令されたりして、やっぱみんな家にいるっていう中では、やっぱりこう、動画を上げていくもの、YouTube に動画を上げてるんですけど、まあ、動画配信者というか、配信はしてないけど、配信は今のところしてないけど、動画こうやってる以上、なんかこう、暇つぶしみたいなものを、全力で暇つぶしを皆さんに提供していきたいなと、ね、見ている方、まあ、ね、コンスタントに追ってる人なんてそうはいないと思うけど、たまたまでもこれを開いた人が暇つぶしになればいいんじゃないかなとね。うん、そんなことを思ってコンスタントに上げていこうと思うんですけど、今回は桜大戦になりました。うん、まあ桜の季節だからね、結構外出てみるとあれですよ、桜とか咲いてますよ。まあ花見とかがね、よくないっつう、まあそういうご時世なんでね、まあ、花見はあれだけど、まあ桜を見にこうお散歩するとかはいいんじゃないかなと思いますよ、なんてなこと言いながら。
フラフラしてみますか。てて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 、媒体、媒体。あ椿くんがいない。誰だお前は。素人声優の方がいる。織姫のブロマイド持ってる。じゃあレニーかな。レニーも持ってる。何持ってないんだろう。スミレは当然持ってる。さくらは持ってる。じゃあコーラン。コーラも持ってる。じゃあマリア。マリアでいいや。じゃあマリアでいいや。50世。つぼみと話す。どうすかコロナの調子は。客席がガラガラじゃないのか、この劇場とか。もしもね、この時代にコロナが流行ったらね、まあこの劇艇は潰れるだろうね。で、潰れるのこの施設は。椿くんがいない。劇艇はどうなんだろう。やっぱこれ国からのお金で動いてるんじゃないかなって思うから、やろうがやらないが関係ないんじゃないのって思うけどね。どうなんですかね。どうなんですかね。補助金出るのかな。食堂を見ていこう。ててててててて、もう16分だ。人いない。中庭行ってみるか。誰にも会わない。あ、レニーがいる。おーい、レニー。隊長、さて、そろそろあいつ来るかな。犬コロ、花丸。花丸って名前でしたっけ。全然覚えられない名前してるな、こいつ。なあ、レニー、花丸と遊びたくないか。レニーのミニゲームってなんだっけ。覚えがないんだよな。覚えが。花丸大吉。お前の目は静かだね。そしてお前の体はとても温かい。犬だから。受け入れてくれるかい？犬に。これ男、レニーを男だとして、レニーを受け、いやまあいいか。受け攻めの話をしてたんだな。好感度上がらんのか、さてはこれ。会話イベントだけでした。ちょっと舞台袖に行ってみて。とりあえずは、これの舞台チェア。チェア。あれ？コーランじゃん。どうしたの？2時半からプールで潜水訓練。へぇー。はあ、今ちょっと、ところでその服はあえて別の、行かせてもらうと言わない。衣替え、いや似合ってます、似合ってます、似合ってる、似合ってる。厚着ぐらいがちょうどいい。あ、めっちゃ効果なかった。よし、行こう。あんなに喜んでくれるとは。2時半からレニが地下で水泳訓練。今回長いな。お、まだ遭遇する。無限に遭遇する。さくらくんじゃないか。うんうん。でもまあ、仮にもなんかこう。ほんと、よかったね。かわいいとか言うと、さくらとかが嫉妬の眼差しを。とにかく、今回は主役を俺にお譲りしました。その目。舞台でお稽古。はあ。
夜に2時半から中庭で、どこに行きゃ分かんないゲームだけど、会話を追っていくとなんとなく遭遇するのかな。2時半な、どうしよう、支配人室行ってみる。てん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 、いねえ、いついるんだ。よし、じゃあ例の水泳訓練というのに行ってみますか。んー、どっちかしか選べないんだろうけど、あえてこっち。てんてんてん、あれあれ ?2 時半からってあれもうちょっと 見返そう。自分で動画見返そう。2時半からじゃなかったっけ？ん？焚き火。焼き芋の匂いに釣られた。秋ね。まだこちらは春ですけど。何の秋？芸術の秋。即答したけど確かに大神、自分が大神だったら選ぶのはスポーツか。てん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 、焼き芋ね。でもあんなところで焚き火したら下の芝生みたいなのが焼け焦げちゃうよ。させない方がいいと思うな、支配人は。もう20分が来ている。おかしいよね。レニーと地下で、なんかそういうんじゃなかったのか。水泳の訓練するっていうから、ほうと思ったのに、いないじゃん。あ、いた。水着着てる。間に合ったわ。おー、プールの底のロボットを回収する。へえ、面白そうじゃないの。やってみたい。あの、さくら1でもそういうのあったよね。スミレのところ。ミニゲーム?ほう。復活。避けるだけ？あ、これ取るのね。あ、え、操作むず。え、操作むず。やるじゃない。そんなに難しくはないな。0秒で1250。どうなんですかね。やってみっか。左右に潜水だけ。ちょっとなんか癖のある動きしてるけど、そんなに難しいってことはな。いや、なんか今度は動き難しい。あっ、そんなにでもないか。あ、さっきのうまかったな。さっきのうまかった。うわ、よし、油断したね。復帰。大会行けるとこまで行ってみる。よし、あと13秒。厳しいね。あそこのが取りたかったんだけどさ、意識が左下にも行ってて、あー、深5、6メートルあるな。まあでもこういうトレーニングはそれぐらい深さがあった方がいいか。まあこの人たちはね、時々そういったその危険な任務もあるだろうから、水の中、川とか行ったりね、海とか行ったりね、深い方がいいよね、プールね。そういう訓練には多分。
ウィス。お、よかったみたい。ところで織姫に出会わないんだけど。ちなみにその後プールには、プールの後風呂には行かない。で、織姫はこの辺にいないのか。上がってみるか。直接ノック。おい織姫くん、おい織姫、引きこもってない、出てころ、出てこい。あ、おるんか、拝みだけど。めっちゃ怒っとる。やれやれ、取り付く島もない。お、どうしたんだい、変な男の人。まあ、行くしかないんだね。行くしかない。ていうか、どうせあれでしょ、あの織姫の父親らしき人物だろ。ヒゲのサンキューガッツ。あ、もう今日今もう撮ってる時間が夕方で、今日6時から釣りに行くんですよ。釣りはいいよね、外出、まあ、不要不急の外出の中でも釣りはいいでしょ。そう思ってるんだけど。尾形光一、絵描き。あ、すいません、余計なことを聞いてしまったようです、ね、いいの。画面を左の方に見ながら右にマイクがある。これって音の取り方としてはあんまり良くないのかな。どうなんでしょうかね。画面に精通して、あ、そうか、こうしてこうやって喋れば音が直接マイクに届くんで、あ、今息子っていう、娘って言って、なんだってってなって、いや、そうでしょうよ、それぐらいしか思いつかない。あ、でもそうか、そうでない可能性の方が高いか、普通に考えたらね。大神さん、誰もいない、帝劇の前に立ってた男、もしかしたらと思ったですけど、仕方ないですね、部屋に帰りましょう。わかりました、私よければお話ししましょう。こいつちゃっかり上がり込んでやがる。っていうか、あの、まあ、織姫は怒ってるんだからさ、定義の中で話をしない方がいいんじゃないか。私は今はしがない似顔絵描きですが、昔は画家を目指していました。イタリアに渡り各地を放浪しながら絵を描く毎日を送っていました。そんな時ある一人の女性に出会ったのです。長いな、このパート。その女性の名前はカリーノソレッタ、うん、長いな、このパート。あの、少年レッドのところゆっくりやりすぎた感ある。カリーノは別に織姫の答え聞いていこう。あの別にカリーノさんの別の話は別にいいんで、織姫くんのことだけ話していただければ別に構わないです、っていう、ビシッと。いらない話をさせない。10年以上もほっといて、まあちょっとね、よくないよ、10年もほっとくのは。カリーノは地中海の太陽のように明るく朗らかで、そして美しい女性でした。私たちはいつしか恋に落ち、そして織姫が生まれたのです。ここちょっとあれじゃない、センシティブじゃない。要はできちゃった婚をしなかったってけど、やり逃げじゃねえか、企みみたいなもんだ。しかし、カリーノの家はイタリアの名門、赤い貴族と呼ばれるソレッタ家だったのです。いや、
あーん、そのイタリアとかカトリックだと思うんで、宗教的には多いと思うんで、よくないよね、結婚せずになんかそういう風なね、ずっこんばっこんしてたらよくないよね。これは日本の印象を悪くさせますね。たかがガオガイガーみたいになってる。ガガガンガガガガオガイガーってなってる。たかがガカの分際でさ、そのイタリアの名門の娘をさ、たぶらかしてさ、しかもそれでこううまくいかなかったからって日本に逃げ帰って17年ほっとくって、ほんまやで、十何年。本当だよ。本当だよ。織姫も日本来たくなかったんじゃないのか。最低だぞ。絶対に許さない。顔も見たくない。金村悟。さしずめこいつはトレイヒルマン。ここからボイスが大塚明夫っぽいな。はい、資格がないんだったら立ち去った方がいいと思うぞ。資格がないのにこう名乗ってはいけない。はい、はい、織姫をよろしくお願いします。よろしく頼みますだった。まあ任しておけ、任しておけ。よし、今日はここまでにしようか。次回からはちゃんとこう出せるように。いや、まあまあちょっと言えないな、それは言えないわ、それは約束できないわ。次回からはちゃんとこうね、こうあれ、こうか、これを出せるようにと思ったんだけど邪魔だよな。そのまあ画面、スマホとかの画面とか考えたら4対3で動画を作るよりはやっぱり16対9で作った方がいいのかなって思ったりするから、まあ16対9の画角にしてここにこうやって出すっていう風にやっていけたらいいなとは思うんですが、まあそう思うようにうまくいくかどうかは分かんない。まあとりあえず試作段階です。じゃあまあ今日はこういうところ、こんなところで、ほなまた皆さんよく家に引きこもってくださいね。